ははいこんにちはレトスノーのです10月21日の3問に入る前にちょっとこちらの、えー、ある有名人の言葉をご覧ください努力せずに何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうじゃない努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうだと思う人が僕のことを努力もせずに打てるんだと思うならそれは間違いです このように言ったのは誰もが天才と呼ぶ一郎選手なんですね。一郎選手がこれまでの人生で自慢できることは何ですかというインタビューでこのように答えました。高校時代の3年間、毎日欠かさず素振りをしたことです。努力こそ今の一郎選手を作り出しているわけです。毎日の努力の結果がメジャーでの大記録を作っているんです。目標の大きさは違っても、卓見も同じことが言えます。 毎日コツコツ勉強を重ねるからこそ合格できるんですやったりやらなかったり試験直前になって慌てて勉強したりこれでは実力もつきません毎日勉強ができればあとは努力の仕方です単に勉強すれば努力をすれば実力が上がるというわけではないんですね当然のことながら実力が上がるように試行錯誤しながら勉強する必要があります今日から次のことを考えましょう どうすれば合格できるのか合格するためには、どのような勉強をしないといけないのかこれらを考えながら、コツコツ毎日勉強を積み重ねることが重要です。で、今開校している個別指導では、上記試行錯誤を私と一緒に行っていきます。もちろん効率的な勉強の仕方あるんですけれども、人によって多少カスタマイズが必要なので、それを個別指導では一緒に行っていきます。来年こそ絶対合格して一緒に喜びましょう。 個別指導の内容を申し込みは動画の下の概要欄にございます。来年こそ絶対合格したいという方は個別指導をご検討ください。では本日の問題に入っていきます。不動産登記法ですね。建物が滅失した時は、表題部所有者、または所有権の登記名義人はその滅失の日から2週間以内に 当該建物の滅失の登記を申請しなければならない、丸か罰かという問題ですね。で、この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、え罰ですね。建物が滅失した場合、あと建物の種目が変更した場合とか、あとマンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合とか、その日から1ヶ月以内に登記しないといけないんですね。 2週間以内ではないです。今回の問題は、滅失の日から2週間以内と書いてあるので、これが誤りです。正しくは1ヶ月以内です。で、建物の滅失の場合っていうのは、建物の滅失の登記。地目が変更された場合は、地目の変更登記。あと、表題登記のない建物。これの所有権を取得した場合っていうのは、表題登記。まあ、これらを1ヶ月以内に行ってくださいよっていう話ですね。これらすべて頭に入れておきましょう。 で、上記っていうのは申請時期が1ヶ月以内って定められているんですが、定められていないものもあるんですね。え、それ何かっていうと、表題部所有者の氏名だったり、住所だったりを並行した場合です。つまり、氏名や住所の変更登記っていうのは申請時期が定められていないので、変更登記自体、絶対にやらなければいけないっていうわけではないってことなんですね。義務ではない。任意だということです。この点も合わせて覚えておきましょう。 で、問い2ですね。重要事項説明です。現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。丸か×かという問題ですねで。答えは×です。まず、案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合、青年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません。 まあこれは基本事故ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事故を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事故説明可能です。なので答えは×になります。で、専任の取引士と取引士、まあ普通の取引士ですよね。の違いについては個別指導で解説させていただきます。でちなみに、宅建合格者イコール取引士じゃないんですね。 ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って、宅検士って言われるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。宅検に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引士の交付を受けます。で、これでめでなく取引士です、まあ。登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引士がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。 で3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない。○か×かという問題ですね。答えは×です。開発行為の廃止は、遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、卓研試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分。 え問題文を読んで回答していただければと思います細かい部分についてはこの無料動画ではちょっとお伝えしていませんので細かい部分まで理解したいとで、卓研試験絶対合格したいというのであれば個別指導をご検討いただければと思いますこの動画の下の概要欄の方に個別指導の概要ありますのでご確認いただければと思います来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした